はい皆さんこんにちはこんばんはここみチャンネルのショーが今日は文句人をお送りいたします外国語じゃないですね文句人ですね文句といやーもうクレーム人と似てるんですけどちょっと違うんですよ文句人っていうのはね あの、文句人っていうのは、もう誰に関しても、まあ目の前に誰か友達がいても友達に文句言うんですよね。そういう人が激増しているというお話です。まあいっぱいね、いろんな人からいろんな意見を聞いたり、まあいろんな話を聞いたりするんですけれども、最近ね、まあ文句言う人、すっごくいっぱい増えましたね。昔からいたことはいたんですよ。だけどその割合がすっごい増えてきて、 まあ文句人が、まあお店に何か文句言えばクレーム人に変化するということで、もともと文句言う人なんですよ。で、これはね、家族の中でもいたりするんですよね。あの、ぶつぶつ文句言うんですよ。で、その人ね、必ずあの特徴あるんですけど、文句ばっかり言ってる人って、もうほぼ99%ケチなんです。本当ですよ。もうね、ケチ。人にプレゼントあげる時も、 ね、何が欲しいって聞くわけですよね。一応相手に。で、相手が、えー、うんと、じゃああのスピーカーとかがいいかな。なんかほら、スマートフォンで、ブルートゥースとかで飛ばせるスピーカーとかあるじゃない。あれ欲しいかなって言って、え、じゃあ、誕生日だったもんね。じゃああげるよって言うんだけど、一番安くてガラクタみたいなスピーカーをプレゼントするんですよ。で、音が悪いんですよね。えー、何これ。 一応もらった人、まあ、ちょっと申し訳ないと思っても、ま、アマゾンとかで値段見るんですよ。そうすると、えー、何なにこれ1480円送料込みって、え二、ー、2500円のだったらもっとすごい評価が良くて、なんか音がいいって書いてあるのに、1000円違うだけなのに、なんでとか言って、本当にね、ケチなんですよ。人にプレゼントするときは、やっぱりね、 相手が喜ぶような笑顔が出るようなプレゼントをしないといけないんですよね。だけどケチな人って文句人の人ってなるべくコストを抑えるんですよ。で、もう自分が使うやつじゃないから安くたっていいもんっていう感じなんですよね。これはね、友達ができないです。まあできないプラス今いる友達ももう相手は多分友達だとは思ってないですよ。文句言う人は。しょうがなくて話聞いてるだけ。 本当の友達っていうのはできないんですよ。文句言う人ってみんな周りどんどん離れてっちゃうんですよね。もう友達以外もね。なんか助けてあげようとか、手伝ってあげようっていう気持ちが起きないんですよ。何やっても文句言うんでね。だから例えば、あの、家を改装するのに、これ一人じゃ持てないからなと思って、文句言う人、文句人が誰かにね、あのー、ちょっと手伝ってよ、運ぶの。でも親切な人がいますから、うん、まあいいよって言って、 でも運ぶときに一生懸命運んでいるのよね。その手伝ってくれてる人が。文句言うんですよ。え、なんか傷ついてるんだけど、なんかぶつけたとか言って。いや、ぶつけてないよ、本当に。嘘。だってこの間までこれ傷ついてなかったんで、これ傷ついてるもん、ぶつけたでしょとか本当にぶつけてないんですよ。これもう自分がどっかで、まあまあ、なんか傷つけたんですよね。なんだけど人のせいにするんですよ。そうなんです。文句人の特徴というのは、文句を言う。 人のせいにする。これ一緒になってるんですよね。文句を言うん、それも人のせいにする文句なんですよ。それってすごいですよ。うん。もうね、自分で何か失敗しようが、自分で何か大変なことをしでかしようが、あんたが言ったからこんななっちゃったんじゃないとかね。あんたがあの時あんなことしたからこんななっちゃってるんじゃないあんたがこうだからこんななっちゃってるんじゃない本当に。 例えばあの、デートをしてね、その女の人、文句人の女の人がね、あの誘われて、ドライブ行かない箱根とかいいらしいよ。部屋行ってみたい。とで、箱根に行って何かトラブルが起きると必ず言うんですよ。あんたが箱根に行こうとか言ったからこんなことになっちゃうんじゃないあの、私の人生の教訓ですけど、皆さんよく聞いてください。これ男、女関係ないですよ。そうやってすぐ文句を言う人と、絶対 絶対に結婚しちゃダメですよもう100%離婚するんでね。本当に。絶対結婚しちゃダメ。でも無駄。無駄ですよ。結婚生活無駄になっちゃいますけどね。文句言う人と一緒にいて楽しいわけないし、はじめは何か他の魅力があったりなんかして我慢するかもしれないけど、まあいずれダメですよ。もう100%離婚になりますね。だから文句言う人って、うーん、まあ病、病 なんですよね本当に。どっか悪いんですよ、精神的に。本当に。どっかが、あの、体が悪いのかもしれない。不調があるのかもしれないしね。何かしら、まあ、どっかちょっと不都合な点があるってことですね。まあ、それがね、増えたんですよ。だからまあ、体調が悪い人が多くなってるってことなのかもしれないですよね。本当に。あの、精神的に来ちゃってるわけですね。それ影響がね。で、 まあその分ストレスも溜まりますから、文句を言ってしまうということなんですよ。文句を言う人がブツ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 文句言う人が多くなってますから、だから企業とかお店にもクレームがすっごく今多いんですよね。で、これ最近ね、あの、梅雨に入ったじゃないですか、日本ね、全体的にね。で、梅雨に入ったんだけど、本来ならば、まあ、あの、食の安全管理ってきちんとやんなければいけないんですけど、電気代が今上がってきてるじゃないですか。だからスーパーとか、 あの、本当だったらクーラーガンガンにして、もう入った人が、わぁ、寒いね、このスーパーとか言うぐらいじゃないと、食品が傷んじゃうんですよね。あの、湿気も高いし、気温も上がってるので。で、スーパーって、ね、あの、自動ドアが開いたり閉まったりするから、外の温かい湿気を含んだ空気が入ってきちゃうじゃないですかで。それに負けないぐらい、中を冷やしとかなきゃいけないんですよね。でも、電気代が高いから、ちょっとあの、エアコンの、 ねあの、強さを弱くして、設定温度を上げてるんですよ。かなりの多くのスーパーで。だからね、あの、スーパーで売ってる品物が、結構傷んできてるの早いんですよ。痛みが早い。んだから買って、うわ、なこれ早く、だから家に、あの、その時は痛んじゃないけど、家に持って帰ってきて冷蔵庫に入れといても、またそこら辺にちょっと置いといても、すぐダメになっちゃうんですよ。カビが生えたり。えうっそー、なんでこんな早く。 それは、まあ、日本の気候ももちろんありますよ。あるんだけど、スーパーで、もともともうね、あの、電気代を気にしちゃって、温度調整、高く設定してるので、もう痛み始めてるんですよね。全体的に。だから痛み始めてるものを買ってきて、家に買ってきて、ちょっと置いただけでかなり痛んで腐っちゃうんですよ。カビが入ったり。今、そういう現象があっちこっちで起きてますね。これだから、あの、 生物は今危ないですよ。気をつけないと。だから火通した方がいいですよ、皆さん。火を通して、あの、食べる。でもこれもね、クレーム人、その文句人の人、え、これ何これこんな早く腐ってって言って、スーパーで買った時は大丈夫だったのに、家に持って帰ってきてカビが入ると、もう文句言う人結構今クレームすごい多いんですよ、それで。あの、なんかカビが生えしたんですけど、とか言って。でも取り替えないわけにいかないですよね。いつカビが生えたかわかんないですから、スーパー側はね。 昨日買ったばっかりなんですよって言われて。え、それって冷蔵庫で保管しましたかってすぐ冷蔵庫入れました。そう言われちゃうとね、うん、次の日にカビか。いや、これはどうしようって対処に今困ってしまってね、そういうクレームがもう激増してます。うーん、だからこれもね、電気料金が上がっていく中での出来事なんですよ。で、さらにストレスが溜まって、 文句人、クレーム人が激増している中での現象なんですよね。両方がちょうど同時に起きているわけですから、そりゃね、トラブルは激増しますよね。多くなっているんですよ。なかなか難しい社会ですよ、今ね。だから生きるのが難しくなっているんですよね、今ね。かなりね。うん、だから、まあ、いろんなね、まあ、あのー、クレームだとか文句を言われても、 皆さんどうなんですかねあの、そうやって、まあ相手の方に、まあ文句言われる、言われたことあると思うんですけど、そういう人と未だにこう友達でずっと仲良く、<laughs> ね、やって、まあでも親切な人はね、まあしょうがないやと思いながら、ね、まあ他に特になんか悪いところがあるわけでもないしね、うん、まあいいところもあるし、まあしょうがないかっていう人もいるかもしれないけどね。これ異性だったらね、絶対でもその人と結婚しちゃダメですよ。 本当に結婚したら、あの今惰性できちゃってるかもしれないけど、結婚したら本当に痛い目に遭いますから、やっぱこれは考えなきゃいけない。本当に。人生狂いますよ。間違いなくね。うん、だから、まあ文句、自分がその立場で、ああ、結構文句言っちゃってるなっていう人は、どっかが悪いんですよ。何かが体調とかね、精神的なストレスとか。だけど根本的なものっていうのはそこにあるので、まあそれを改善しない限り、 ま、文句は言い続けるでしょうね、きっと。だから自分自身が、あ、ああ自分そうだなと思ったら、やっぱりね、根本的なところを、あの、直さないといけないと思う。改善しないと。そうしないと、それ治らないですよね。文句を言う性格って。うん、だから、あの、もともとの遺伝子もありますよ。あるんだけど、あの、やっぱりね、あの、その遺伝子もともとあるのが、なんか、こう、拡大しちゃってるね。今のその、世の中によって、 だから、ストレスが溜まっているような、今、仕事についてるとか、悩みがあるとかね、まあ、体調がちょっと悪いとか、だからそこら辺の根本的なところを改善していかない限り、文句人から脱出できないんですよ。本当に。んだ文句を言ってるとね、不幸なのは自分に全部跳ね返ってきちゃうんですよ。最終的に。全部自分に跳ね返ってきて、自分の人生が悪い方向にどんどん行ってしまうんですね。進んでしまうんですよ。 だから文句を言えば言うほど、自分の人生はガンガンガンと落ちていくんですね。でも文句を言ってる人ってそれが理解できないんですよ。わからないんですよ。要するに長い間、それを経験して生きてないんですよ、まだね。だから、文句を言ってったら、まあ、ダメになるんですよ。自分の人生って。どん底に落っこっていくんですよね。だからこれが、どん底を経験しないとわからないってことですね。だから文句を言わないで、 なんでもねうん、ちょっと待てよ、と。いや、ここでイライラして文句言ったら人間、やっぱりダメなんだと。落ちていくんだと。いうことで、根本的にでもなんで自分はそういう性格なんだろうって考えて、うん、やっぱりなんか、体の不調からこれを治さなきゃいけないなとかね。何かあるんですよ、原因が。それを過去のトラウマかもしれないですよ、本当にね。小さい頃のトラウマとかね。それを改善しなきゃいけないんですよ。何らかの手で。 これ自分の問題なんでね、自分の手で自分の力で解決するしかないですよ。これはね。とにかくそれを改善して進んでいかないと、文句政治になってしまうんですね。そのまんま。でもそうすると、将来困っちゃうんですよ。絶対ね、あの、いい方向で行かないです。もう100、100%悪い方向。間違いなくね。だって、文句を言う人と一緒に痛いかどうか考えたらわかるじゃないですか。痛くないんですよ。文句なんか言われたくないんですよ。本当に。 一生懸命やっていて文句を言われる。いや、ちょっと待ってくださいよってなりますよね。まあ、文句を言わない人はこっちは文句は言わないですよ。我慢しちゃうんですよ。だけど、離れていきますよね。うん、やっぱりこういう人とは一緒にいたくないし、こういう人のそばにはいない方がいいな。っていうふうになって、距離をどんどん離していく。そういうふうにされてしまいますから。だからね、やっぱりね、直さないといけないですね。だから根本的な原因があるわけですから、その原因が何か個人で違いますからね。まあ、それを、まあ、 突き止める。そして、直す。改善する。取り去る。この作業をしないといけないってことですね。うん。まあ、自分のためですよ。これはね。本当にね。で、自分が成功するため、自分が笑顔で未来歩んでいけるために頑張らなければいけないってことですね。で、文句ばっかり言ってる人に、今の話をしても、文句言われますよ。は <laughs> は ダメですよ。あの、聞く耳持たないから、本当に。あの、真剣に命がけで言えば違うかもしれないけど、文句言われ、言われてね、ガンガン文句言われて、相手にその文句を言ってる人に、命がけで助けてあげようって、かなりの、まあ、すごい人ですよね。ま立派な方なんですけど、そこまでできるかどうかですよね。だけどね、うん。まあね、まあ、文句を言うんじゃなく、やはり自分で努力して、一つ一つ丁寧に、 将棋の駒を進めていくみたいにね、人生一歩ずつ自分を進めていかないといけないということですね。まあ、頑張りましょう皆さんね。文句を言っても何にも始まりません。本当に。もう本当ひたすら努力と感謝ですよ。努力して感謝してその繰り返しで自分を高めていくんですね。頑張っていきましょうね。応援してますからね。頑張りましょう。この暑いね、夏。 あの特に梅雨時危ないですからね、火通してくださいよ食べるもの。<laughs> 本当にちょっと、あの電子レンジでもいいんですよ。電子レンジでチンしても違いますから、とにかくちょっと火を通して今の時期は食べましょうね。体ね、ちょっと壊さないように頑張りましょう。気をつけてくださいね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。